訴訟とは1973年から2000年にかけて四国電力一方発電所の安全性をめぐって争われ建設に反対する住民側の敗訴に終わった行政訴訟であるこの訴訟によって日本の原子力発電所の安全神話が出来上がったが東日本大震災後の2011年末に再び訴訟が起こされ2016年現在競争中である 愛媛県西和郡伊方町では、反応反漁で過疎に悩んでおり、積極的な原発誘致運動を展開した。地元の漁業共同組合も漁業権を放棄し、漁業保障を得た。こうして、伊方原発の一号機は1972年11月に原子炉設置許可を受けて、1977年9月に運転を開始し、二号機は1977年3月に許可。 1982年3月に運転を開始した。一方で、1973年8月、伊方原発1号機の周辺住民35人が、設置許可処分の取り消しを求めて、松山地方裁判所に訴えを提起し、設置許可の際、原子炉陶器制法に基づいて行われた国の安全審査が不十分だと訴えた。 日本初の原発訴訟で行政処分の取り消しの訴えにおける原告的格や原告の住所地での土地管轄が認められ、以後各地で同様の原発訴訟が提起されることとなった。町は賛成派と反対派に二分された。ナ子の訴訟では、提訴以来、現地調査や証人尋問に携わってきた判事が中途で移動している。一号起訴訟について、 1978年4月、請求棄却判決。また、原発建設の決定権は国に属するとの判断が下された。原告は、高松高等裁判所に控訴。1984年12月14日、控訴棄却判決。原告は上告するも、1992年10月29日に、最高裁は上告を棄却。一号基礎省は、 原告敗訴が確定した。1号機訴訟の一審が棄却された直後の1978年6月9日には住民33人が2号機増設許可取り消しを提訴。訴えは1号機訴訟とほぼ同じだが航空機墜落の危険性や1996年にイカタ原発沖の活断層が最大マグニチュード7.6の地震を起こす可能性があると判明したが この活断層に対する国の事前の安全審査が不十分といった新しい争点が加わった2000年12月15日、松山地方裁判所は住民の請求を棄却する判決を言い渡した。豊永多門裁判長は判決理由で原告側が国の見落としを指摘していた活断層の評価について結果的に誤りであったと。 同様の訴訟では初めて国の安全審査の問題点に言及する一方で、設置許可に違法性はなく、航空機直撃の可能性も否定した。住民は控訴せず、一審判決が確定した。伊方町、道の駅伊方キララ間の屋上から見える伊方原発2011年12月8日、伊方原子力発電所1の3号機の 運転差し止めを求める新たな訴訟が松山地方裁判所にて起こされた。伊方原発を止める会などを中心に300人が提訴し、2012年3月には322人が二次提訴を行った。2012年5月の第一回口頭弁論で原告側は、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故の ような大地震に起因する事故が、伊方原発でも起きうると主張した。その後、2013年8月には22都道府県の380人が3次提訴を、2014年6月には23都道府県の336人が4次提訴を行った。原告は合計1338人となり、四国うちの全市町村から原告が出ており、広島県からは、 四国各県以外では、最多の126人が原告となった。三次訴訟の原告には、早坂明、片山京一、宇都宮健次といった四国出身の著名人も含まれている。2021年1月現在係争中である。2017年7月、愛媛県の住民による仮処分申し立ての即時、広告審で松山地裁は申し立てを知りけ、 運転を認め、2018年11月、高松高裁で運転を認めた。2016年3月11日、新たに広島地方裁判所にて、伊方原発1の3号機の運転差し止めを求める訴訟が起こされた。原告は、広島県、長崎県の被爆者18人や、福島県から広島県に避難している人など旧都府県の67人で、 そのうち三人は再稼働の手続きが進められている3号機の再稼働差し止めの仮処分申請も申し立てた。原告側は南海トラフ巨大地震の発生により、伊方原発に一万一の事態が起きた際、瀬戸内海や広島市でも放射性物質による被爆の恐れがあると訴えている。四国電力は法務部の人員を増強、他の原発訴訟を担当した。 弁護士と契約した。2017年3月30日、広島地裁は、広島県の住民らが、運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを退けた。同年12月13日に、広島高裁は、アソカルデラで大規模噴火が起きた際に、火災流が到達する、可能性が小さいとは言えず、立地には適さないとして仮処分決定で、運転差し止めを命令。 2018年9月25日、異議申決定で、同行罪は自然災害の危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準に判断せざるを得ないと、前借り処分決定が社会通念から逸脱していることを指摘し、一転して運転を認めた。広島交際の決定を受け、2018年10月に約1年ぶりに再稼働した。二千十八年九月、 大分地裁は大分県の住民らによる運転差し止めの仮処分申請を退りけ運転を認めた。2019年3月15日、山口地裁曰く西部は山口県の住民が求めた伊方原発3号機の運転差し止めの仮処分申請を退りけ運転を認めた。ありがとうございます。